大ヘジ。大ヘジは、熊野山山、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社へ通じる、三景道、熊野古道の一つ。国の史跡、熊野三景道、2000年、平成12年11月2日指定の一部として、2002年、平成14年12月19日に追加指定を、受けている。ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と三景道。 2004年、平成16年7月登録の構成資産の一部。大平寺は、田辺から那智勝浦を結ぶ、海辺の道である。他の熊野古道のルートと同じく、途上に厳しい峠道が控えており、富んだ坂、ふつ坂、長井坂などが知られている。これらの峠道は、近代以降の市街化や、道路開発を免れた部分が残されており、球場が、 比較的よく保たれている。しかし、こうした部分はむしろ例外で、大半の道は、市街地や国道に吸収されており、残されているのは、沿道の寺社や石踏み柱のような遺構が主である。大平じの北端は、田辺市北新町にある道標、北新町道標である。この道標には、左陸間の道と対処される一方で、すくはだいうち、すくは、まっすぐの猪木は、 ごく小さく、中へちが、メインルートであったことが見て取れる。田辺市が地を抜けた道は富田川下流部沿いに続き、富田川と分かれると、直ちに最初の難所、富田坂を越え、引き川下半にたどり着くが、すぐに仏坂が控えている。仏坂を越えて、すさみ町川に入り、和深川を渡ると、そこから長井坂である。長井坂を越えて、見路図に出てからは、 九道らしい道がまとまってある箇所はしばらく途絶え、断片的な残存箇所が続く。那智勝浦城に入って浦上峠を越えると、終点はもう近い。那智駅にほど近い熊野山所大神社にたどり着くと、振り分け石と呼ばれる石柱に出会う。この石柱は、大辺路と伊勢路、中辺路の分岐を表すと言われており、大辺路はここに終わる。何度であったことから、理道を利用したり、 回路を経たり、下半を歩いたりと、代替ルートや派生ルートが多く用いられたと考えられており、さらに消失による分断区間も多いことから、旧道の全容を正確に知ることは難しい。むしろ、一本の道という線としての捉え方よりも、田辺から那智勝浦を結ぶ、交通の網内し、帯という広がりを捉える方が良いと考えられる。 紀伊山ン南端の内連なる山々を背に、前面に、カレーな灘や、熊野灘の変化に富む海を望んで、優れた景観を目にすることができることは、大ヘジの大きな魅力であろう。特に近世の文人仏閣の中には、山形の袋に大ヘジをたどった人々がおり、彼らの旅行記を通して、大ヘジの王子の姿を知ることができる。そこでは、温泉に立ち寄ったり、本寺、 現在の大寺町の沿岸捕鯨の様子に驚嘆しつつ、短章を楽しんだ様子が伝えられており、信仰の道にのみに留まらないルートであることがわかる。大平寺は、熊野古道の中でも、比較的新しいルートであると考えられている。確かな資料の出現は、比較的遅く、近世まで待たなければならない。近世における、奇襲犯の交通整備に助けられて、 大平寺の道路は整えられることとなった。だが、近代以降、鉄道と国道の開通に伴って古道は一びは忘却されたが、世界遺産の一部として再発見されるに至った。古代、中世の大平寺についてわかっていることは、ほとんどない。新宮の古記録、熊野年代記は、七世紀後半に三度にわたって、天皇の熊野三景があったとしており、 宗教民族学者の御来獣は、それに、変動信仰、ヘジ信仰、すなわち、海辺に祀られた神々をめぐる信仰の伝承を見ている。しかし、これらは、熊野信仰の広がりという点からすれば、不自然であし、確かな資料の裏付けを書く点からしても、あくまで仮説の一気にとどまる。もちろん、これらは、大ヘジの通行を完全に否定するものではない。だが、 いずれにせよ、大平寺に関する確かな資料の出現は近世を待たなければならない。大平寺の名は、近世初期の昭和州、清水省、1623年、元那9年にて小平寺と共に、南地の道として登場する。同時期の成立と見られる説教説、を、国にも、大平寺の地名が登場し、南路と述べられている。また、元十四年、年に、 中辺地から大辺地をめぐった風景こなる層が三景記、熊野独人記の中で大辺地を昔の三景道であると言及しているほか、西行が浦紫の歌を残しており、歌枕にも大辺地に関連する地名が見られる。また、東山八祥源、第五次、日本院門跡の記録からすると、室町時代末には改作されていたことは間違いなく、これらから、 少なくとも中世末期にはルートが確立し、その名が知られていたことが判明する。同時期はまた、中ヘチ、小ヘジの省が確立し、それまで黄色と一括されていた機内からの三経ルートが区分されてゆく時期でもある。これは、中世熊野参りを主導した熊野主源の勢力の衰退と、それに伴う独占的な熊野三経経営の交代が、 三景ルート管理の主観を生じさせた現れと考えられる。大ヘジの近世において重要になるのは行政道路としての利用を念頭に置いた奇襲藩による積極的な交通整備である。すなわち、幕府の巡検及び藩中数との往来に備えて奇襲藩は紀伊半島南部の海岸沿いの道に馬と人足が常駐する天馬所や一律家を整備し、 石畳を付設したのである。こうした整備は、紀伊半島南東部に及んだ、伊勢路において、江戸道と呼ばれる分がそれに相当するが、この一環として、大辺寺もある程度の整備が施された。こうした整備を促した紅葉及び、純紅用の利用について、大辺寺に直接関わる部分だけ述べると、紀州藩主、紀州徳川氏の通行と東山派主言の、 日本陰文跡による通行がある。まず前者だが、初代よりの部が少なくとも一回、七代宗直なおが、享保七年、1722年に、十代春富は、完成六年、1794年と、同十一年、1799年の二度にわたって、それぞれ通過し、八代主ゅ則のりは、天明八年、1788年に、田辺から塩の岬までを横巻している。 校舎の登山発主言は、大峰奥掛業の一環として、大平寺を通行した。見本門後の大峰奥掛行は17世紀後半から19世紀初めまでに4度、行われているが、大平寺を通行したのは3回のみである。門関通行の際は、一行は徒歩だが、門関自身は何人もで担ぐ大きな腰に座上し、行く先々では藩主に準じる接待をすることになっていた。 しかしながら、中世熊野参りや西国三十三所巡礼のメインルートであった中辺などとは事情異なり、大辺地の旗子や茶屋は乏しく、あってもせいぜいこうした紅葉に臨んで仮設されるものばかりであった。そのため、結局これら紅葉者の接遇に要する負担や費用は、沿道の住人に返されため、大きな負担となった。熊野参りに代わって伊勢参り西国三十三 初巡礼が盛んになった近世においては特に立ち寄るべき礼状や聖地があるわけではない。大平寺の利用は産経の帰路として利用する礼、特に文人仏閣が訪れる礼に集中している。こうした人々はしばしば大平寺の風光を目当てにしており、巡礼道と言いつつも観光的な性格が備わってきたことがわかる。この場合も常実のような事情から、 沿道の住人の世話にならなければならなかった。このように、大部寺は、奇襲藩の街道として整備されはしたものの、街道としての機能は乏しかったため、外して急を要する用務には不向きとみなされていたようで、ある。山系の袋としての利用や文人木閣の旅路は、もちろんだが、奇襲藩の公用で利用された例でも、時間に追われずとも良い袋に、もっぱら適する道として、 西向きで通行されていた。このように観光道的な性格を帯びていた大平寺であるが、1880年代末からは、大阪、厚田間を結ぶ帰線が、田辺、須佐美、串本、勝浦へ寄港するようになったため、熊野を訪れる旅行者は回路を利用し、大平寺はもっぱら地元の生活道路として利用されるようになった。さらに、1912年、 明治45年に、新宮鉄道が、三輪崎勝浦、現在の紀伊勝浦間に開通したのを始まりに、1933年、昭和8年には、国鉄規制再選が、木戸だから木田鍋間で開業し、大平寺の全区間が鉄道で結ばれた。これらは、規制本線の原型である、全線開通は1959年。また、1930年、 昭和5年には、田辺、串本間の海沿いに改作された道路を乗り合い自動車が運行するようになった。この道路は、1945年、昭和20年、国道41号、平に指定された後、数度の変遷を経て、1965年、昭和40年の道路法改正で、一般国道42号線に指定されている。 これによって、現在の紀伊半島南西岸の交通網が完成し、大平じはひとまずは役割を終えた道として、忘却されることとなった。2004年の世界遺産、紀伊山地の霊場と山景道の登録に際しても、常述のような事情から、候補リストへの記載が遅れたが、最終的には、遺産としての登録がなされ、また、通行可能なように整備が進められた。ただ、 旧道のルートが不明なままの区間や埋没したままの箇所もまだまだあるものとみられ、地元ではそれらの区間を再発見する試みも行われ続けていい。2009年2月、JR 西日本の観光事業工事によりすさみ町内の長い坂及び、その周辺で山道のイノシシガキの一部破壊される。JR 西日本は指摘されるまで破壊行為に気づかなかった。 完全復旧は不可能の見通し。大平寺はかなりの部分が国道や市街地との重複となり、球場をとどめる箇所は限られており、連続して歩けるのは長くても10キロメートル内外である。それらのルートは、おおむね、坂と名付けられた峠道だが、これは山地が海の間際まで迫っている、紀伊半島の地勢によって交通路の改作が制約されたことによる、 以下では、大辺じのルートのうち、球場をよく残すまとまった箇所に限って述べることにする。飛んだ坂は、白浜町富田から顎を結ぶ。名工バスの富田バス停を傾斜し、高瀬川沿いの道を遡ると、騒動時の城壁を思わせる石垣に出会う。この石垣の脇から、球道は始まり、道を進むと、一律か後に着く。これは、常述のように、 奇襲藩が整備したもので、和歌山から二十二里を示している。林道を抜けると、七曲りの急坂が始まるが、これが、富田坂である。富田平野や白浜から、田辺湾にかけての海を横目に、坂を登り切ると、なだらかな起伏の尾根道である。自然林をたどり、峠の茶屋跡を過ぎ、阿虎辻松峠に着く。峠を越えると、平地までは、林道が続き、 引川河畔の暗挙集落、西室郡白浜町で里に降りる。仏坂は白浜町暗挙集落から須佐み町を結ぶ。引川河畔に一度降り立った弓道は、かつては暗挙の渡し場で川を渡って二坂登り口に取り付いていた。だが、現在では渡し場は失われているので、下流の橋から渡らなければならない。 旧坂を登り詰めて、尾根道に着くと、桂松跡という場所がある。ここには、一律下の松があったと伝えられている。尾根の終わり近くには、不動明王石像があり、ところどころに、石畳の残る入り屋口の下り坂を通って、須佐見町に降りる。長井坂、長井坂、または、長い坂とも、は、須佐見町口和神から未老津を結ぶ、丘陵道である。 和深川王子神社近くで JR 機の国線の線路を横切り和深川に架かる目標を渡ると上り口がある帰省本線の双子山トンネルの上部に出て杉林の中枯れ木どを横目にジグザグの坂道を登るやがて緩やかな坂道を下って茶屋峠茶屋の段に降り立つ峠を後にし県道225号に吸収された区間を過ぎると 再び峠道を直進し、痩せ尾根沿いに急坂を下って、三路津駅近くの JR 線路脇を降りる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。